仏塔の屋根を見下ろす機会はあまりない。大きく広がる檜原葺きの屋根は日本文化の技術の伝承があってこそ維持される。檜原葺きの屋根を維持するには材料となる檜原を採取する技術を持つ専門の職人と、檜原で屋根を葺く技術が伝承されなければならない。